危なかった。そうだ、ここはリアルタイムでそのポイントがつくわけじゃないから。ありがとうございます。危ない危ない。この電車は名古屋駅、これでまあ一番無駄に使い切れたんじゃないかなと思います。途中じゃあ村田島井町弁野間宇治山田伊勢市高田さんも今詰まりかけましたからね。私あの汗かきなんでね、あの胸ポケットにいるとか汗でべちゃべちゃになっちゃって、ちょっと乾かしましょう。なかったですけども、これ週末に1往復か2往復しかない公衆運用のやつだったんですね。やっぱりどっちにしろ4日市には帰れなかったの。これではですから石塚をもう通過するんですね。ということで持ってきましたけどね。でここからどうしようかなと思ったんですけど、まあ、せっかくですね赤福を食おうということなんですけど、そう赤福っていうとね、パッと普通ね思い浮かぶのは多分これですよね。この箱に入ってね、あのヘラみたいなのでねすくって食べるよっていうね、あの赤福のイメージが強いと思いますけど、実はあの赤福ってまあ四日市でも食べれるところはあるんですけど、いわゆる店内でね、お盆に乗った赤福を食べたりすることもできるんですかね。有名なのは有名なのはね、おかげ横丁にある、本店でね、あの盆にのせとかね食べれますよとか、あと赤福のね、赤福氷とかがね食べれますよっていうのは結構有名なんですけど、実はねそうだ、今月はねあれなんですよ、10月なんですよね。で10月はね、実は10月の間だけ、赤福ぜんざいっていうやつが普段、冬の時期になるとあるんですけど、あれのね冷やしぜんざいっていうのがこれ10月の間だけ直営店で食べることができるんですよ。それをふと思い出しましたね。よしそれを食べようと。そうだ10月だと、ね、食ったことないですよね。何せ結構、ピンポイントなんでね1ヶ月しかないんで、じゃあせっかくやし食べに行こうかなという、わけでございます。ただねこれちょっと気をつけないといけないのか、確かねちょっと確認しないといけないんですけど、あそこでは食べれないんですよ。その内宮のおかげ横丁のところでは確か売ってなかったはずなんですよね、その冷やしぜんざいは。で確か下宮の方に行ったら確かあったはずなんで、そっちの方行こうと思います。まあ富士山だからやったら歩いても行けますしね。どうしようかな、まあバスがまず来たらバスに乗ってもいいし。よし、さあ駅の外まで続きましたけどね、まあ、やっぱ立派ですよね。ここだと近すぎて分かんにくいけど、で下空までだったらもう歩いた方が早そうかな。バスの本数がどんなもんかな。宇治山だよの下空の方行くやつがこっちやけど、だいぶ数がね
そうですね、1時間1本とかですからね、まあ歩いた方が早そうですね。よし、まあ 800m ですからね、歩いてもどうっていう距離ではありませんからね。そう、内宮はね 4.7 キロ、5キロ近くありますからね、さすがに歩いていくのはしんどいですけど、まあ、前回はでもあの五十鈴川ね、五十鈴川から内宮まで歩いた動画はありますよね、うん、そう、五十鈴川から内宮から五十鈴川にね向けて歩いた、やつはありますけど、なんならあの後五十鈴川まで歩くっていうね、無謀な企画やりましたけどね。まあ見てもらったら分かる通りに遠いですからね、あそこ歩くだけで3回分ぐらいに分けたんですからね。まあ3回に分けるのもどうかと思いますけど、いやこれは何、伊勢海老蔵10月25日オープン、もうすぐオープンするんだ、へえ、なかなか力入ってますね。いや、赤服がどん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 赤服出てますからね。時間的に赤服言うとる時に閉まっちゃいますからね。まだ1時間以上ありますからあれですけど。さあ。で、外宮の方までやってきましたね。で、そこが赤福だったっけな、が売ってますけど、さすがにね、先にお参り済ましてからね、まあ、それでもまだ閉まる時間には間に合うと思いますからね、大丈夫だと思うよ。まあまあギリギリはギリギリ、5時で閉店のはずなんで、今、3時40分、まあ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 、大丈夫でしょう。でバスやとここに来るわけやね。ビソン行くやつあんの？へえ。ビソン2渚町、すごいすごい行き方するな。へえ。そんなんも走ってるんですね。まあ、今は駅前には1時間1本ぐらいということでね、まあ、ちょっとかなり本数は寂しいことになってますね。こっちだとちょっと増えてたのかね。回せればちょっとありますけど、でもだいぶ減ってますもんね。うん。ねえ。うん。あれ。ふっ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 ふ。渡っちゃいましょうね。さあ。先に、お参りの方をさっと回してもらいますか。でもない。緊急事態宣言で出た時に比べるとだいぶあれですね、まあまあまあ増えてますよね。じゃあまあここからはもうカメラ止めてさっとお参りさせていただきましょう。よし。